はい、どうも、橋上秀樹です。最近、なかなか動画を更新できずに、本当久々の更新になります。ですね、私、本業というか、今、新潟の方で監督やってるんですけども、この度、チームの名称も正式に変わりまして、オーシックス新潟アルビレックスベースボールクラブというのは11月1日より正式名称になりました。そちらの方で来シーズンも、監督をやらさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また、随時ね、この YouTube の方も再開したいと思います。よろしくお願いします。手始めというか、今日は今行われています日本シリーズ。このことについてちょっとお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。すいません。僕も YouTube のスタッフとして新たにリニューアル、はい、今シーズン、まあ来シーズンのいろいろ監督についてもお話を聞きたいんですが、はい、まずは何といっても、ね、はい、今日本シリーズですね。はい、はい、なんか久々に動画撮影するとちょっと緊張しますね。なんか日本シリーズもね、ちょっと、まあ、じっくりじゃないですけどね、見てはいます。ただ、なんだろうな、別にその文句を言うわけじゃないんですけども、シーズンの成績、両チーム優勝したチームの、まあ、日本シリーズの対戦でね、日本一、決定戦なんですけども、もうちょいなんか投手力を前面に出してね、なかなかその1点を取るのが本当に大変だっていうような、日本シリーズになるかなっていうような予想をしてたんですけども、そういったところではちょっと期待を裏切られてる部分はありますね。まあ、守備の方で足を引っ張って、っていうところもあるんですけども、どうでしょうかね。お互いにそのシーズン中よりも、ピッチャーの状態があまり良くない、良くないピッチャーが意外に多いっていう日本シリーズになってるかなっていう気がしますね。その代表例で言うと、初戦に先発した山本由伸さん。そうですね。山本由伸投手もそうでしたけど、あとは、ブルペン陣のピッチャーが、やはりそのシーズン中に比べると、もう一つかなというピッチャーが、特にオリックスの方の、ブルペンのピッチャーに関してはそういったところが見えるような気がしますよね。山崎さんの場合であったら、そうですね。山崎選手も、総一郎君も、ね、どうも2試合ぐらいベンチ外れてたっていうことですけども、まあ、この日本シリーズでね、主力の、まあ、中継ピッチャーが外れるっていうことは、よっぽどなんか状態が悪かったんだなっていうのは察し、できますよね。多分何もなくて外すことはないので、ただ、昨日はベンチ入ってゲームを放りましたけども、まあ、やはり内容的にも良くなかった、まあ、外れてた原因というのはどこが原因か分かりませんけども、やっぱり状態が良くないっていうのは昨日の投球を見て感じましたよね。ですから、まあ、その辺の不安要素があって、まあ、山本由伸投手が昨日ブルペン待機っていうのを余儀なくされてたのかなっていう感じはしますよね。この勝ちパターンでシーズン行っていたピッチャーが調子悪いという、うん、場合っていうのは、うん、このシリーズでなかなかそれを変えるっていうのは難しいんですか？そうですね、まあ、状態っていうかどうでしょうかね、コンディション的になんかどっか故障かなんか出てなきゃいいんですけどもね、ただ状態が悪いだけであればなんかのきっかけに良くなる可能性はあるんですけども、どっか、体に不安の要素があるんであれば大きな怪我につながらないことはちょっと祈りたいと思いますけどね。はい、悪いところで言うと、ピッチャーのバンド処理であったり、そういったところのミスも。そうですね。やっぱりその、ピッチャーが絡んだミス、まあ、野手がミスで足を引っ張るのもありましたけども、ちょっとその、ミスが目立つかなっていうのはありますよね。岡田監督が、まあ、そんだけ緊張してる場面でやってるんで、多少いたしかたないっていう話はしましたけども、まあ、確かに日本シリーズは緊張すると思います。特に阪神の選手なんかは、まあ、初めての経験の選手ばっかりですから、それはやっぱり独特な雰囲気で緊張感もあって、そういったプレーが出るのも致し方ないなと思いますけども、まあ、オリックスの選手も意外に、ちょっとミスが目立つような感じはありますよね。だからこれは、両軍ともそういったところが目立つようなシリーズ、まあ、これが何て言いますかね、本来であれば1点をなかなか取れないような日本シリーズになるかなって思ったところが、守備が足を引っ張ったりなんかして意外に点が入る日本シリーズになってるなっていうところにつながってますよね。そういったところはやはり連鎖するであったり、素人目で見ると甲子園のあの声援っていうのも影響してるのかなと思うんですが、もちろんやっぱりあのね、独特な雰囲気、さらにその甲子園のあの大観衆ですからね、まあなかなか平常心でやれっていうのが難しいですよね。なかなか平常心でできない、ただ平常心じゃない
高揚したとか緊張した場面で、やれることが本来の実力だというふうには思いますんで、その緊張感の中でやっぱり自分の持ってる力というかミスが多いようであればそれが本来のその人の実力なのかなっていう気がしますけどね。実際オリックスの方が、まあ、投手陣、うん、先発投手陣強力で有利っていう見方をする方もいるんですが、うん、先発投手は確かにオリックスの方が、まあ、経験も含めてちょっと枚数的にもいいかなっていうふうに思うんですよね。ただここに来てその中継ぎのブルペン陣のピッチャーの方がオリックスの方がちょっと、なんて言いますかね、コンディション不良を含めて状態のが悪かったりとか登板過多になったりとか、そういうところが見えてきてますので、系統に出た場合はちょっとオリックスに分が悪いような試合にはなってくるんじゃないかなと思いますよね。ですから残り2試合はもうオリックスにしてみれば山本投手と宮城投手はほぼほぼ完投に近いようなイニングを投げるで、まあ中継ピッチャーを挟まずに平野投手にバトンが渡せられるように、ですから8回ぐらいまで先発が放って9回だけ平野投手っていう形が、望まれるというかそういう展開に持っていきたいでしょうね。山本投手前回7失点ですが、うん、まあ、切り替えというか、うん、まあ、問題はないですかね、はい、そうですね、あれだけの投手ですから2回続けてあのようなピッチングになるっていうのは考えづらいですから、まあ、前回の反省を踏まえて、今回は本来の山本投手のピッチングになるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そういったものを踏まえると、あえてその山本投手に阪神の方としては切り札の村上投手をぶつけてしまうのはもったいないかなっていうような気はするんですよね。まあ逆に村上投手だったら山本投手でもしっかり、投げ勝てるという、ベンチの思いも込めての明日だと思うんですけども、ただどうでしょうかね、まあ、これはベンチが決めることですけども、阪神にとってみればオリックスと立場が違う、もう大手をかけている状態ですから、あえて、1日前倒して村上投手を投げさす必要はないのかなというふうにちょっと思ったんですけどね。千上さんから改めて両軍、うん、両チームのキーマンになる選手改めて教えてもらっていいですか。まあもうやはりもうなんて言っても先発ピッチャーですよ。野球はやっぱ先発ピッチャーがどの試合でもやっぱり、勝敗の大部分を占めてますから、まあ、今上がった先発ピッチャー村上、青柳で山本由伸と宮城、この4人のピッチャー、まあ、第7戦まであるとすればこの4人の先発ピッチャーの出来というのがやっぱり一番のポイントでしょうね。ズバリ言いにくいとは思うんですが、最後どちらが優勝すると思いますか。そうですね、まあ、阪神も38年ぶりでしたかな、日本一ってね、まあ、阪神ファンもたくさん応援して今もう大手もかけてますんで、数字的には阪神の方が本当に有利になっていると思います。勢いも非常についてますし、このまま阪神が行ってしまうっていう可能性も非常に高いんですけれども、ただやはりここで、オリックスので控えている先発ピッチャー山本由伸と宮城、この2人はやはり日本シリーズも経験してますし、まあ、WBC を含めて、いろんな経験もしてますんでね、最後はこの先発ピッチャーの経験の差がもしかしたら土曜日日曜日の試合は出るんじゃないかというふうに思います。そうなるとオリックスの方が逆王手をかけての逆転で日本一になるんじゃないかなというふうに思います。逆王手になった場合はもうかなりの確率でオリックスが有利になるということで、そうですね、まあ、阪神にしてみれば明日やっぱり村上投手で勝ちたいっていう思いでの村上投手の先発だと思うんですよね。第7戦まで持ってきたくない、そう考えるとやっぱり明日勝てればもちろんいいですけども、勝てなかった場合はちょっと第7戦は劣勢になるというか、難しい戦いを強いられるかもしれないですよね。ありがとうございます、はい、ということで橋本さん再開一発目の動画、はい、いかがでしたか。そうですね、やっぱ緊張しました本当に僕も少し緊張しました。緊張しょ、はい、でもね、はい、ただ今日本シリーズの話をしながら、まあ、僕も何回か日本シリーズ出たんですけども、もちろん緊張もしますし、ただやっぱり注目の高さっていうのは、まあ、報道陣も含めお客さんも多いですし、それはやってるプレイヤーも非常に感じることなんですけども、まあ、やっぱりその日本の一番の試合っていうだけあって、その見てるこちらも非常に緊張感を持ちながら試合を見るような感じですよね。手に汗握るというのはまさに、こういう試合だろうなっていうふうに思いで見てます。終盤まで試合が全然わからないというか、そうですね、はい、いやー本当にね、まあでも点が入るのは見ててね、見てる人
してる立場としては楽しいのかもしれないですけども、まあ、やはり先ほど最初に言いましたように、僕はもう少しなんか1点が本当に胃が痛くなるぐらいなんか点が入らないようなね、試合が続くんじゃないかっていうような思いで日本シリーズを見てましたので、そういった意味では意外に簡単に点が入るなっていうのが、今のところの感想ですね。残り2試合はどういった展開になるのかっていうのも、改めてその試合後に橋上さんとトークできればと思います。そうですね。まあでもやっぱり先発ピッチャーがしっかり仕事をこの2試合すると思いますよ。だからもう今までのように5点ぐらい点が入るような試合にはならないと思いますけどね。この2試合はもう3点ぐらいで勝負が決まるんじゃないかっていうような試合、うん、そのくらい締まったような試合になるような気がしますけどね。ありがとうございます。はい、本当に今年春先にちょっとまた、動画を配信させていただいて、シーズン中はほとんど更新できなかったんですけども、まあ、私の新潟のチームの方も一段落つきました。オフシーズンに向かって、まあ、ちょっとトレーニングをやってるんですけど、まあ、これでいろんな動画をまた更新できる時間もたくさんできましたんで、これから頻繁にか、まあ、できる範囲、楽しい話題を更新していきたいと思いますので、お願いいたします。比較的その、うん、細かい話をするようなことが多いと思いますので、もしそういった野球の細かい話に興味がある方は、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。ちょっと野球の、違った部分の楽しみ、面白さっていうのが見ていただけると思いますので、そちらの方を記載して見ていただければと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。